はい、岩渕さん、いいんじゃない？岩渕水門です。違います。あ、どうだっけ？ん？台風行ったばっかりだから汚ねえな。でも山すごくない？あのモワモワってもやってるの。もやっぽい感じよくない？はい、映します。そういうこと言われたら映します。カエルがわかる人にはわかる、わからない人にはわからない場所。さあどこでしょう。もっと綺麗なんだけどな。やっぱ雨降っちゃうとこんな濁っちゃうんだね。やっぱりあの奥に書いてある12345、ここにある12345ってやっぱ協定だよね。協定所作る予定だったのかな。やっぱり、うん、ここだけなんかコンクリートでこうやってなっちゃってるから多分そうなんだろうかな。じゃああそこは何埋めて、何客席かなんかで作る予定だったの。あれ一周何キロあんの。16キロって書いてあった今。歩く勇気ある？まあ今日はこの辺で終わりにしちゃうけど、明日はあの山を越えなきゃいけない。そうだよ。越えたら？越えて、じゃあ豊橋に向かうから。静岡ちょこっと走って豊橋って感じかな。なんであのウォーキングの人たちわざわざこっち側来たんだ。なんだろう、うちらのこと好きなのか。サイン欲しかったのか。別にね、サイン書いてもいいことだよね、893って。大吉って書いてるけど。やめとき。うん、松本城行くよりこっちの方がいいか。いやでも松本の方はもっとあったかいよ。あの松本城って珍しいんだよ、真っ黒なんだよ。カラス城って言われてるから。だから外から見ても。松本城って誰がいた？え？誰がいた？コロコロ変わってる。いいんだ。あ、岩渕水門みたいなもんだ。岩渕水門。違いますか。岩渕水門はないけど、まあでも。なんだっけ、小早川？ガガガだ。小早川だった。なんだったかな。一番長かったの小早川だったかな。前調べたんだよね。ね、こういうところで飯食ったらと、あ、こっち。飯食い、ちょっと長く行って。これ本当に一周するつもりで歩ってない？あなた。歩いてないよ。本当？あ、ちょっと行きたいの下。ここがね、冬凍ってこんな風に波が起きるから、こうなんていうのかな、こうやってこうなって、なんかいや、あのなこうやってこうやって
氷と氷がぶつかってこうビョーンって上に立つ感じあるじゃん。あれなんとか渡りって言うんだよね。忘れてた。で渡れるんだよってなんか哲言ってたんだけど、今はもうこの時期はもう無理だなって言ってた。何渡りだ、徹夜渡りだってなってたっけ。でもここあんなに雨降ってたのに結構透き通ってんのね。横が綺麗だからかな。でもなんかちっちゃい頃の諏訪湖から比べると汚くなったって言ってるようなみんなに。明日はあの山を越えるのか。ここら辺ってでも一応ここら辺も山の上にあるような感じだから、崩れてる？反対側に行くんだ。